一気とは、日本において何らかの理由により心を共にした、共同体が心と行動を一つにして、目的を達成しようとすること、またはそのために、名約、契約を結んで、政治的共同体を結成した集団。または、これを基盤としたグループが起こす、武力行使を含む運動。ドイツ語のパッチの訳語としても使われる。一気とは、孟子に由来する。 本来は気を一つにするという意味を持つ。日本においては平安時代には単に同一であるという意味で使用されていた。鎌倉時代には心を一つにする、同心するといった意味合いで使われ、同時代には駅戦の結果や意見が一致するという要例も見られた。政府に対する暴動、反乱、クーデターを意味するドイツ語のパッチを日本語分けする際にカップ一気 ミュンヘン一揆とするように、一揆の子を当てることが、慣用化している面があるが、日本の一機は、原則的に体制変化を求めるためのものではない。南北朝時代になると、武家の組織を指して、一揆と呼ぶ事例が増加した。太平記では、白旗一揆、赤旗一揆、平一揆などの一族一揆が見られ、室町幕府が一揆に対して命令を下す事例も見られる。 この頃には、荘園の農民が要求を通すために行う、消火の一揆という予報も生まれた。また攻略の政変において、官僚、細川頼幸の皇鉄を求めて、将軍御所を奉仕した守護大名たちは、一揆衆と表現されている。いずれも武装はしていても戦闘に及ぶことは稀であった。金融の発達により、金融業者である酒屋や土葬が富を得るようになると、 この借金の棒引きを求めて、武士や浪人を指導層とし、一般庶民が加わった一揆、土一揆、または特製一揆が頻発することになる。1428年には人村によって、日本海次郎以来土民の放棄の初めなり、と評された象徴の土一揆が発生している。1450年代から1460年代は、特に土一揆が頻発し、 三年に一度は発生するようになった。また、武士層の一揆も続けて行われているが、研究上では一般に国人一揆と呼ばれる。これら武家の一揆には他の参加者を圧倒する正当性や武力を持つ指導者が存在せず、一揆形状に見られるように、局地的には全参加者が平等で民主的な合議制の場合が多く、 それゆえに迅速で統一的な指導者が存在せず、大部分は一時強制を誇っても、内部分裂等で弱体化し、個別に撃破される場合がほとんどであった。しかし、中には死後など上位者が、地域の中小武士に圧戦して、一騎を組織させ、実質上の過臣団として編成する例も見られる。応仁の乱後には、広い範囲で、国人が集結する、山城の国一揆。 伊賀総国一揆、甲賀軍中総などの国一揆が、機内で発生する。また、この時代は、自社も領主であったことを背景に、自社を基盤とした一揆も作られ、浄土新州の本願寺派や高田派、北紀州などの門徒が、自らが属する教団を中心として起こした一揆も、形成された。特に著名なのが、浄土新州本願寺派の一向一揆で、加賀国では、室町時代に、 王人の乱で東軍に属した守護の尖志氏を追放し、戦国時代まで100年近くにわたって、一期勢が共和国的な体制を維持していた。ただし、これらの一期の構成はかなり複雑で、門徒以外の参加者も多くおり、同時代では土一期と変わらないものと見られていたこともある。戦国時代末期には、武士の集団を一期と呼ぶことはほとんどなくなり、土民。 百姓の集団を指す用語となる。しかし、武士の一揆が消滅したわけではなく、戦国大名権力の中で形を変えて存続したと見られている。1637年の島原の乱以降、江戸幕府は百姓が都党を組むことを禁じ、一揆は禁じられた。農民たちは自分たちの行為を一揆とは決して呼ばなかったが、農民たちは要求を通すために都党を組む。 百姓一揆は継続して行われた。江戸時代前期には、直訴や長産など武力を用いない一揆が主に行われた。中期には、前半一揆や総百姓一揆、豪祖などと呼ばれる大規模な放棄が主流となる。何万人といった百姓が集結する大規模なもので、あるが、家屋を少し傷つけたりする程度で、放火や略奪、殺傷などは厳しく統制されていた。 また、刀狩り以降も大量の武器を保有していたのにもかかわらず、農民が武装することはなく、鎌や桑などの農具を持ち、鉄砲や竹槍を攻撃のために使用することはほとんどなかった。このため対応する武士側も原則的に強硬な対応は取れず、鉄砲を用いるのには幕府の許可が必要とされた。一期の発生は幕府から統治の失敗と見られることもあり。 最悪の場合は、領主の処罰や、海域の恐れもあった。このため、領主側も対応には穏便な対応を取らざるを得なかった。百姓一揆の闘争形態の分類として、代表エッソ総百姓一揆、村方騒動、国訴えなどが挙げられる。江戸時代後期の天命、天保年間には再び広域の一揆が多発した。武州騒動では無宿など、 悪党と呼ばれる集団に主導され、武器を携行し打ち壊しのみならず、強盗や放火など、百姓一揆の作法から逸脱した行為を行う、携帯の一揆も見られたとされる。ただし、武器を使用したという記録は、幕府側にしかなく、保坂里氏は、幕府が銃撃して鎮圧したことを正当化するためのものではないかと指摘している。幕末には、世直し一揆が各地で発生している。 小座優一は、当時一般の百姓が、武士は百姓の生活がきちんと成り立つように良い政治を行う義務があると考えており、政治参加や体制変革の意識自体がなかったため、百姓一揆は反体制運動ではないことを指摘している。与那覇淳は、政治はすべてお神にお任せ、ただし増税だけは一切拒否と表現している。 明治時代初期には新政府の政策に反対する、徴兵令反対一揆や解放令、反対一揆といった、新政反対一揆、地租改正反対一揆が起こる。竹槍などで武装した一揆が発生するのは、この頃であり、明治6年の筑前竹槍一揆や、地租引き下げに成功した際の竹槍で、どんと突き出す二分五輪という川流からも竹槍が、 主要な武器として使用されたことがわかる。鉄砲や刀も使用され、新政府の役人が殺害される例も見られる。これらの一揆は明治10年代には沈静化し、自由民権運動が活発化すると、百姓一揆は古い方の運動であると否定的に見られるようになり、竹やりむしろ旗という言葉で表現されるようになった。ありがとうございます。